最近ずっと機内用グッズにハマってて、結構バッグとかをね買っていろんな機内用のグッズを詰め込んでいってるんだけど、あの避難用のグッズなのかそれとも登山用のグッズなのかわかんない状態になってきてんの。お前は避難したいのかそれとも登山したいのかどっちなんだよみたいな感じなんだけど、日本って地震多いやんか。すごい何年間に1回はめっちゃでかい地震が来るみたいなこと言われてるから、備えといた方がいいかなみたいなみたいな感じでバッグの準備を始めたんだけど、皆さんもね少しずつなんか準備していった方がいいんじゃないかなって自分は思ってるのね。その念のためにやっぱりその家にあるなんか余分なリュックサックとか持っているのであれば、そこに避難用のグッズだったりだとかなんか詰め込んでもいいんじゃないかなって思ってるの。別に買わなくても家にこう置いてあるものでもなんか代用できるものたくさんあるから、まあ、自分はねちょっとなんか最近趣味みたいになってきてるから、なんかそういうのをちょっと一緒にこう見ていこうかなと思って。見たい見たい。バッグに何を詰め込んでるか。こんなでっかいバッグなの。でかい。これカリマーのあのプレデターっていう、これね結構なんか海外の兵士さんとかがなんか使ってるらしいんだって。結構プロフェッショナルな人が使うようなバッグで、ここにねいろんなバッグを付け足したりできるわけよ。使い勝手が良くてなんかすごく丈夫なの。とにかく後ろはすごく硬いし、だからその物がこう突き出てたりとかそんなしないんだけど、これ最初はねなんか普通にあの家にあるバッグを取ってそこに詰め込んでたんだけど、途中からいやこれ欲しい、あれも欲しい、いやバッグもこれがいいみたいな感じになってきて、たどり着いたのがねこのバッグ。あでも容量がすごそうだね。たくさん入りそう。これは30だね。30リットル。もう早速なんか横にロープみたいなものが見える見える。これはね避難所では使わないと思います。避難場所では使わないけれど避難途中でもしかしたら使うかもしれない。でも分かんないやん。例えばさ、うん、避難するってなってさ外で物が倒れてる時とかに何かを登るとか降りるとか、うん、あと人をもしかしたら助けなければいけないシーンはあるかもなんて考えて、うん、これ結構ねすごいロープで30メートルで250キロまで耐えられるから、ここにまだねあの開けてないグッズがいっぱいなんか詰め込んでる。あちょっとじゃあ早速中身をこちらぜひ見せてください。バッグのとこにここにね入れてるのがこの笛。これもこれはいると思うの。避難用にも必要かなと思った。確かに自分の場所をこう知らせるとか、例えば動けなくなった時に、そう笛はなんかね100均でも売ってると思うから、笛はあの絶対に準備しておいた方がいいと思う。そしてねこれはね多分必要ないかもしれないよね。それ何これねコンパスなんだけど。コンパスね。これは登山用グッズだね、うん、でも今日何度っていうのもついてるから、温度計もついててコンパスもついててなんかいろいろできるから、まあ結構可愛いなと思って買っちゃった。前の方にこれも入れてる。あこれはねあのなんかこう引っ張ったりすると、うん、こう伸びるんだけどちょっとだけ、うんうんうん、あの伸びたりして光が当たるところが広がったり縮まったりするようになってて、まあ、ちょっと重ための感じだからちょっと武器としてもこうバーンって使えるかなと。そういう風にも使えるのそれ。わかんない、クマが来たらクマどこ行くつもり。これは必要だと思います。なんでかっていうとやっぱり避難所に向かう時に電気が使えない時だったりとかやっぱ見えなくなる可能性ってすごい大きいから、うん、これも100均でもあると思うんだけど、いいものを買っといた方がいいと思います。待って、アレちゃん、今日これできた。そう。やだ、恥ずかしい。そこ突っ込まないでもらっていいかな。こう、ここの部分にもね、なんかポケットが入ってたりするんだけど、頭の部分ね。で、これをこう開けて、中に物を入れてたりするんだけど、で、そこに入れてるのが、まずノート。まあ、何かを書いたりとかメモを残したりするっていうこともあるから、例えば携帯が使えないとかメモらなければならないとか、例えばどこどこまでの行き方をメモるとかのためにあのノートとボールペンとあのマーカー入ってるやつを準備してます。これも、まあ、準備しといた方がいいと思う。必ず家に誰でも持ってたりすると思うから、なんかいらんノートとかあったら入れといた方がいいかなと思う。あとは、手袋。今日もねこの T シャツとか着てきてるんだけど、これはワークマンっていうとこで買ったんだけど、なんかねワークマンってすごい安くて、しかも仕事場とかで使うような服だったりとか、なんかねすごい使い勝手のいい洋服がいっぱい置いてたりするんだけど、そこでね買うことをおすすめする。そこにもねあの手袋とか売ってたりするから、これ普通になんか白く見えるんだけど
前がねすごい硬い感じになってて、例えば傷つきにくくなってるのね、こう切ろうとしても切れないような仕組みになってたりする。登山用のやつを買っといた方がいいかもしれない。例えばなんか移動する時とかにこう何か物を掴んだりとか手を怪我しないように準備しといた方がいいかなと思って、手袋も置いてます。あとは着火マン、これも必要になるんじゃない、火起こしとかにね。確かに寒くなるかもしれないけど、とこのナイフみたいなものね、これはカッターなんですけど、はいはいはい、こう回してこういう感じのものなんだけど、うんうん、まあそのものをちょっと切ったりとか紙を切ったりとかなんかいろいろできるかなっていうので、うん、これも登山用のグッズのところで買った。で爪切りだったりとかなんかハサミとかなんか耳かきとかなんかそういう耳かき耳かきでよ、わかんないよ、だってもうゴミとか入ったらさで、ダダーン、それ分かる、よく車とかに積んでるもの、なんかこうあーシャーって言ってシャーって出てくるやつ、はい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 、と、これはね、ラジオ。あ、ラジオね。そう、ラジオ入れてんだけど、なんかね、回したり使えるタイプ。うん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 。って出して、こういう風に回して、それ、電気が、そう、電気もちょっとついたりもできるし、まあラジオ持っといた方がいいかなって思ってる、うん、そうだね、そのやっぱ携帯とかつけられなくなったりするかもしれないから、今どうなってるかとかそういうなんか情報仕入れるのね。だからスマホが使えなくなるっていうのを想定しといた方がいいよね、絶対、うん、まだそれ私も買ってないんだけど、スマホを充電できるためのバッテリーみたいなやつあったりするのか、うん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 、それとかも買おうかなと思って、うん、なんかね、ちゃんとしてるやつだとあの10回あー、あるね、そうそう、大容量のと、あのなんかソーラーパネルみたいなのもついてたりするものもあるのよ。なんかソーラーパネルで充電して、で携帯も充電できるみたいな、まあ、だから最近すごいグッズがねめっちゃ進化してるからさ、これ超強力テープ、めちゃめちゃ強力なの、補強するため補強できる。例えばそのテントを立てた時にテントを破れてしまったとか、例えば避難所のなんかホースで水を伝ってこう運ぼうとした時にホースが漏れてたりとかすると、そのそれを撒いたりするとなんか水漏れを防いだりしてくれるとか、まあ多分いろいろこれはなんか使えるかな、需要はあると思って、うん、まあ入れてる。これはね、まだあのポーチ買ってないんだけど、はいはいはい、緊急グッズです。怪我した時用のためのなんか薬だったりとか、綿棒が入ってたりとか、パッドとかね、さっきのパッドが入ってたりとか、バンドエイドでこういうやつを買ってる自分は。傷パワーパッドね、物もらい用の目薬で、これはね、なんか中に小さいやつがいっぱい入ってるから、うん、例えば誰かにあげるっていうこともできるし、物もらいじゃなかったとしても抗菌作用があったりするから、これなんか目に入ったとかちょっと痒いとかってなった時に使えるかなと思って、まあ、入れてる。あとまあデカめの傷パワーパッドと顔用の傷パワーセイロガン、はい、セイロガンは入れといた方がいいと思う。これほんまにマジでなんか結構万能薬だよね。万能薬、ほんまに万能薬これは。とこのオロナイン、オロナインも絶対入れといた方がいいと思う。とまあこのペラック、これはなんか喉飴だけど、あの結構喉痛くなった時にめっちゃ効き目が本当にすごいから、これおすすめ。あの普通の薬でも自分いつも使う、喉痛くなった時とか、あとはアスピリン、そう、なんか包帯巻くためのやつ。テラン、ズボン、ポリエステルみたいな感じでできた、うん、あのズボンが入ってて、あの雨とか降ってても濡れないための防水のズボンが入ってる。カッパ、目立つね、すごい可愛いし、色もすごい、そう目立つからこう分かりやすいやんか。例えば移動してなんか結構あの目立つ色にした方がいいかも、うん、なんか黒にしがちだけど、黒じゃなくて黄色とか、うん、オレンジ色とか赤色とかにした方があの見やすいかなと思う。これもね、あのワークマンですごい安いから、確か私2000円もしないぐらいの値段で買ったし、結構ね本当にすごいんだからワークマン、マジでおすすめ。家にあったもので、なんか歯ブラシとか、あの爪楊枝とか、なんかフォークとか、なんかちょっとした袋、ゴミとかをなんか集めるためだったりとか、なんか入れるために使えるなっていうので入れてます。それは非常用のねポリ袋みたいになってて、中にね水入れることができる、5リットルまで入れられるの。すごい。コーンアルミシート、これはねこう巻いたりすることによって、なんか寒さから守ってくれたりだとか、防風と保温ができるみたいな。これもいいと思う。あとは
これバスグッズみたいな感じで、まあ、あのワセリン、ワセリンも入れといた方がいいと思う。本当にこれなんかいろんな使い方があるから、荒れてる唇にも塗れたりするし、うん、傷にも塗れたりするから、本当にいろんなとこで使えるからめっちゃおすすめ。フロス、これも歯ブラシと石鹸、歯磨き粉、カミソリちょっと入れてる。なんかわかんない、いるってなった時にね、わかんない、もしかしたらヒゲ剃りたくなるかもしれない。確かに自分の確かに言わないのポケットティッシュ、わかんない、これもしかしたらおけつ拭くかもしらんし、確かにトイレとかね髪がないこともあるもんね。ないって想定した方がいいかもしれない。やっぱ人いっぱいいるし、それでまあなんとかなるでしょうなんて思ってるとさ、みんなが同じように思ってこう足りない場合もあるから、ティッシュとかも家にあったらあの何個かこう入れといた方がいいんじゃないかな。あとはタオル、中に、小さいフェイスタオルを2つ入れてるのと、大きいバッタオル1つ入れてたりして、アルコールタイプのなんかシートを入れてたりして、食べる前になんかいろいろこう手洗えない状況でも除菌シートとか除菌ができたりするからいいかなと思って入れてる。これだいたいこんな感じかな、今入れてるのが。でもなんか他にもまだなんか買おうかなと思ってるものがいっぱいあって。ちなみに何を買おうと思ってるの？ボディスーツみたいな浮き輪みたいになるやつ、あれとかもなんか2000円で買えたりするから、それをこう下に着といた方が書かないじゃん。だってなんか洪水になってるかもしれないし、そうだね、水の中を移動しなければならないって、もしもなった時にやっぱり頑張らなくても受けるものだと、あの楽やんか。それずっとこうもがいてやってたりするとやっぱ体力使ったりするかなっていうので、気軽に着れるやつで受けるやつが欲しいかなって、と、まあ、ヘルメットはあった方がいいよね絶対に。でもめっちゃいっぱいある欲しいもの。まあでもうちはこんな感じだけど、自分に必要なものを詰め込んだ方が私はいいかなと思っている。ワークマンとかで買った洋服で避難しようかなと思ってて、でそこにはなんか防水の、あのズボンだったりとか、あんまり傷つきにくいズボンだったりとか、トップスがすごいこう軽い感じとか、汗を溜め込まないとか、なんか熱中症対策とか、なんかいろんなものを売ってるから、ワークマンが本当におすすめ。ワークマンめっちゃ押し付けてるけど、ワークマンからお金もらってないからね、全然。本当になんか行きたくなった今、ワークマン。じゃ安いんだよね、とにかく。高品質っていうか、こんな感じのバッグ、でっかいのが売ってあって、それが5000円だったの。で、安いと思って。だからみんなで準備していった方がいいかなと思う。徐々にね、必ず地震とかってなんか来たりするって言われるし、どこで来る、いつ来るかも分かんないから、パック置いといた方がなんかちょっと安心じゃない。もしなんかあった時に準備しててよかったって思えるような状態にしましょうと思ってグッズを貯めてます。まだまだ多分増えると思うけど、皆さんもね、準備してるものがあるんだったら書いてください。これも入れといた方がいいよとか、これも買っといた方がいいよ、おすすめだよっていうのがあればコメントしてください。次はね、あの栄養分が高いとか、これ結構長持ちするよとか、普通のスーパーでも買えるよっていうようなやつがあったら、なんかまあ紹介したいなと思ってるから、次回は避難用のご飯を紹介させてください。